ポケットモンスター、オメガルビー、アルファサファイア、メガ情報。さあ、今回は冒険の最初のパートナーとなる3匹のポケモンをご紹介します。こちらをメガどうぞ。冒険のパートナー候補となる重要なポケモンをチェック。物語は、ミシロタウンに研究所を構えるポケモン博士、オダマキを助けたことから始まります。森トカゲポケモン、キモリ。キモリはジュプトルに進化、さらにジュカインに進化します。ジュカインがメガ進化したメガジュカイン。ヒヨコポケモンアチャモ。アチャモはワカサモに進化、さらにバシャーモに進化します。バシャーモがメガ進化したメガバシャーモ。これ1ミリだ。ヌマウオポケモン水ゴロウ。水ゴロウは沼クロウに進化、さらにラグラージに進化します。ラグラージがメガ進化したメガラグラージ。前作同様ポケパルレの機能もあるので、君が選んだポケモンとの絆を深めよう。どのポケモンも釘付け。すごい、すごいね。キモリだって進化すると超かっこいいですよね。進化するとかっこいいんだね。メガジュカインに。さあ、お待たせしました。ここからはスペシャル企画。今日はなんとグラードンを借りてきたぞ。グラードン。一足先にポケモンオメガルビーアルファサファイアを借りてきて、ポケテレで初のバトル。高局長、やるときはやる。俺がグラードンを使うから、俺と戦いたい人いるか。じゃあショコタン。いいんですか。ショコタンには特別にね、グラードンが苦手な水タイプのポケモンが入ったソフトを貸してあげよう。いいんですか。有利じゃん。やっちゃっていいんですか。いいよ。水タイプの技が苦手なグラードンだが、高局長の作戦とは。 CM の後、いよいよ初バトル。それでは参りましょう。バトルスタート。いよいよポケモンオメガルビーアルファサファイアで初バトル。わー、グラードン。いいな。でもこっちは水タイプで揃ってるもんね。そうだよね、圧倒的に有利だよ。これその時、あ、これが、あれ、うわ、電子回帰。電子回帰した。そうだよ。特性は終わりの大地。あ、ちょっとこれ原子グラードンの特性で日差しがとても強い状態になっちゃったから、これじゃ水タイプの攻撃が全部無効になっちゃうじゃないですか。そう、原子グラードンだけが持つ特性、終わりの大地の効果で天気が日差しがとても強い状態になる。日差しがとても強い状態になると水タイプの攻撃技が無効になってしまうのだ。あれ、高局長貸してくれたの。スターミーとキングドラ、水タイプの技しか覚えてないから何もできないじゃないですかよ。ずるいよ。そして原子グラードンの大技が、蒸発しちゃった。うわ、いや、どっちも一撃。強っ。どんだけ笑ってんだよ。大人でしょ、あの人。ちょっと原子グラードン強い。これが原子グラードンの強さだ。すげえな、これ。グラードンだけが覚える断崖の剣は、複数の相手に攻撃できる地面タイプの大技だ。原子回帰することでより一層強くなったグラードン、みんなもバトルで使いたいよね。あと今日バトルではお見せできませんでしたが、原子火曜画の方もとんでもなく強いですからね。いやー、これも見たい。ではとっておきの映像を見せちゃいましょう。海洋画が原子回帰して原子海洋画に。原子海洋画になると特性が始まりの海になり、天気が強い雨状態になる。炎タイプの攻撃技が無効となるのだ。さ
さらに海洋画だけが使える技根源の波動は複数の相手に攻撃ができる超強力。